平山幸子君、えー、無所属の平山幸子ですよろしくお願いいたします えまずはあのメタンハイドレートについて伺ってまいりたいと思います。先日、委員会で青山理事があの質疑なさってましたけれども、日本はまあ長らくです、ね、資源に乏しい国というふうに言われてきたわけですが、このメタンハイドレートは、日本周辺海域、えー、北海道周辺の海域をはじめ、本州、四国、そして九州の太平洋側、そして日本海側の一部とまあ広く分布しているということです。 でその埋蔵量は、この日本で消費される天然ガスのおよそ100年分とも言われていますけれども、現在、あの国が把握している、まずはこの埋蔵量、お伺いするとともに、その開発状況、どういうふうになっているのか、そして近年ですね、どれだけの予算措置をされているのか、まずは教えてください佐貞光資源燃料部長、はい、お答え申し上げます。えー 日本の天然ガス消費量の100年分というデータがございました、これ、1996年に産総研が発表したものですけれども、まだ若干、そのいろんな過程の上での試算でございました。 より新しいデータといたしましては、ですね、えーあのえー、砂層型、これ、太平洋に多いんですけれども、のメタンハイドレートにつきましては、えー、主に静岡県沖から和歌山県沖の太平洋側の海域におきまして、えー、日本の天然ガス消費量の約10年分に相当する、えー、約1.1兆立方メートルのメタンハイドレートの存在を、 ここれ2007年に推定していいるところでございますまた、えー、お話ししありました、主に日本海近海です、ね、に付存しております、表層型に関しましても、ポテンシャルがある地点が1742箇所確認されてございまして、す、え、べ、ーまあ、て確認しているわけじゃないんですが、そのうち上越沖の1箇所におきましては、 日本の天然ガス消費量の約2日分に相当する約6億立方メートルのメタン肺の存在を2016年に推定してございます。砂層、氷層、いずれもです、ね、海洋基本計画などに基づきまして、2027年までに民間企業が主導する商業化に向けたプロジェクトが開始されることを目指して、技術開発等を進めてございます。直近では 第3期海洋基本計画に基づく研究開発フェーズであります2019年度以降の4年間で,です、ね、約444億円の予算を投じてございますで。具体的には砂層型につきましては商業化に向けた生産技術課題の検証のための長期陸上産出試験でありますとか有望濃集体の抽出に向けた 日本周辺海域における海洋調査などを実施してございます。一方、表層型に関しましては、2019年度に特定した生産回収に関する有望技術の本格的研究開発を実施するとともに、海底状況や、えー、環境影響を把握するための海洋調査を進めてございます、えー。政府としましては、こうした取り組みを引き続き実施し、国産資源の開発利用の実現にしっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。平山幸子君 ありがとうございます。今、あのおっしゃっていただいたように、経済産業省では、来年ですね、2023年から2027年までの間に、この民間主導の商業化プロジェクト、これをスタートさせることを目指すというふうに、今もおっしゃっていただきましたけれども。 やっぱりですね、えー、もう日本、この近海でメタンハイドレート、発見されてからもう20年以上が経つわけで、やはりちょっとこう遅いなという印象を持たざるを得ないというところです。やっぱりあの新たなエネルギーの開発ですから、やはり大変難しい状況もありますでしょうし、相当なこのコストがかかるというのは当然のことだとは思っているんですけれども、それでもやはり進めるべきだと私は考えています。あの米国のシェールガスもです、ね、発見当初は やっぱり科学的、技術的にも大変厳しいと言われていても、えー、現在の状況というのはもう皆さんご存知の通りでありますし、えー、それからですねやっぱりこの再三申し上げていますけれども、このエネルギーの安定供給というのは、我が国の発展はもちろんですが、やはりこの平和にも直結するものでもあります。 あのメタンハイドレートが商用化されて、す、ま、べ、あ、てとはいかなくとも、天然ガスを輸入に頼らなくなれば、これは石炭、原油、原子力発電に必要なウランですね、さらには次世代エネルギーとされるこの水素やアンモニアなど、そのほかの資源の価格安定にも寄与すると考えています。 そこであの大臣に伺わせていただきたいんですが、このメタンハイトレートの一日も早い商業化、そして実用化というのは、我が国開国以来ですね、この悲願であるエネルギーの自給にもつながる一大事業だと思っています。これ、なぜやはり20年かかっているのかということと、また採掘技術がこれ、なかなか進歩しないということであるならば、その理由はなぜなのか、教えていただけますでしょうか西村大臣。 あの委員ご指摘のように、私もあのメタンハイドレード、大いに期待をしている一人であります、若い時から私もあの関わってきております。あのただ、世界的にも商業生産がないということで、技術開発のまだ途上であるということだと思います。えー、エネルギー資源とししてて利用するためににはその長期安定的的、ね、そして経済,的に経済的な、えー 経済的に採算の取れるような形での生産技術を確立していく必要があるということでございます。えーごえー、先ほどもご説明ありましたけれども、経産省では2001年から一貫して、この研究開発を支援してきております。あの日本近海のメタンハイドレードの濃集体を発見して、世界で初,初めてとなる減圧法を用いたメタンガス生産を行うなど、一定の蓄積も積み上げてきているところであります。えー、具体的には2001年から8年にかけて、カナダにおける陸上試験、 実験によって、この生産手法である減圧を選定をしたところでありますし、またその後、2013年に愛知県から三重県沖において、世界初となる海洋産出試験を実施し、2017 17年の同一地点での海洋実験では、減圧法による1か月程度のガス生産を行ったところであります。他方、商業化を実現するためにやはり1年程度安定的に生産が可能であるかどうかと。 いうことを確認する必要があるものですから現在海洋産出試験に先立って海洋と比較して相対的に柔軟な操業が可能なアラスカにおけます長期の陸上生産試験の準備を行っているところでありますこのような形で一つ一つ課題を解決乗り越えていきながらです、ね、ぜひエネルギー基本計画そして海洋基本計画などで定められた目標に対して まさにご指摘のように、官民で連携を深めながら国際し、国産資源ということの開発、利用の実現に向けて、引き続き全力で取り組んでいきたいというふうに考えております平山幸子君。 はいありがとうございますもう一歩一歩前に進めていくということで力強い言葉も伺いました、えー、それからぜひお願いしたいと思うというのと、えー、また政府はですね、えー、来年5月に2023年度から5年間の新たな海洋基本計画を閣議決定する予定でありまあ現在検討が進められているということも伺いましたまたこの基本計画改定後には海洋エネルギー 鉱物資源開発計画についいても改定される見通しだということですこの海洋基本計画の改定にあたって、今年7月20日、総合海洋政策本部参与会議は、レアアースやメタンハイドレート、石油、天然ガスなどの鉱物資源や、海洋エネルギー、鉱物資源の開発を進めることが、経済安全保障の観点からも重要と指摘をされています。 このメタンハイドレートの研究開発目標などが変更されるのかどうか、えー、あれば教えていただきたいと思いますだ田光資源燃料部長、はいえー、委員ご指摘のとおり、えー、現在、えー、次期海洋基本計画の策定に向けて、えー、総合海洋政策本部の参与会議におきまして、さまざまな分野の有識者による、えー、議論が進められている状況でございます。 この会議、参与会議におきましては、年内にもですね総合海洋政策本部長である総理に意見書をまあ提出されるということを念頭に検討を進めているというふうに伺っております。今後のののメタンハイドレートの研究の方針 まあその先ほどの2027年までに民間企業が主導する集計のプロジェクトが開始されることを目指すというまあ今の目標の在り方にも含めてですね今後、その意見書の指摘も踏まえてえあの正直、コロナでいろいろ遅れが生じるところてる面もあるんですけれどもでもしっかりこれは国民の期待の高い まあ、あの非常にこう将来性のある資源でもありますので,です、ねまあ、そういうことを総合的にいろいろ勘案した上でえで、ーえー、最終的な取り扱いについては、えー、検討してまいりたいというふうに考えてございます。 平山幸子君、はい、ありがとうございます。今後にまた注視をさせていただきたいと思います。で、えー、続いて次の質問に参りたいと思いますけれども、これは中小企業対策について伺って参りたいと思います。えー、これはですね、まあいろんな委員会、本会議等でもで中田先生。 委員も先日質問なさいましたけれども、あのゼロゼロ融資ですね、えー、官民、金融機関による中小企業向けの実質無利子、無担保融資などの実績ですけれども、政府系、民間系合わせて245万件、43兆円に上っています。 私もあの地域、中小企業の経営者の皆様方とか、声を聞いているんですけれども、まだまだやはりこのコロナの見通しが立たずに、それに加えて、ウクライナ情勢、エネルギー、原材料価格の高騰などで、本当にあの不安、現実的なこともそうですけれども、精神的にも大変不安な状態が続いているという声がたくさん届いているわけです。でそのようなな中でで今後返済が本格化していくことになるわけですけすれども こうした中、まあ、これまでに例のない規模での倒産とか、旧配合の増加ということになれば、まあ、価値のある事業の創出につながるのではないかという懸念の声もあります。でこうした声に、政府としてはどのように対応されていくのか、えー、返済の負担軽減になるような柔軟な対応とともに、 やはり私もですねこの事業再構築といった前向きな取り組みなど、個々への丁寧な支援など、これ、必要になってくると私も思っているんですけれども、大臣、あの具体的に現場レベルでどういうふうに進めていくのか、教えてください西村経済産業大臣、えー、ご指摘のように、ですねコロナの影響が長期化しておりますし、物価高騰もございます。 今後、民間のゼロゼロ融資の返済本格化を迎える中で、多くの中小企業は引き続き厳しい状況になるというふうに認識をしております。あの政府として、えー、官民の金融機関に対して事業者から、えー、条件変更などの申し出があった場合は、実情に応じて迅速かつ柔軟に対応するよう、繰り返し要請を行っております。 その結果、条件変更の横託ーー率は約99%と、多くの事業者の申し出が応じられているものと認識をしております。加えて、先週にも改めて私から、各金融機関代表者に対して、事業者のニーズに応じたきめ細かな支援を徹底するよう、改めて直接要請をしたところであります。その中で新しく借り替え保証制度 上限1億円でありますが、これを創設をいたしまして、あのゼロゼロ融資上限が6000万円ということでありますので、この返済負担の軽減を行うと同時に、新たな資金需要、まあ、つまり4000万円分以上ありますので、これにも対応していくということであります。まあ、その際、低い保証料で100%保証はの融資は100%保証で買い替えできる制度に、えー、していきたいと考えております。さらに 借り換えで返済期間を長期化するだけではなくて、条件変更だけではなくてです、ね、収益力の改善、それから事業再構築、こうした前向きな取り組みも重要であります。このため、全国3万以上のいわゆる認定支援機関向けにです、ね、収益力改善に関する実務指針を策定をし、売上増加率や営業利益率等の指標を活用した財務分析、目標設定などを行って、中小企業に対する 質の高い収益力改善、支援をです、ね、進めていきたいというふうに考えておりますし、さらに新聞や展開、業態転換など、前向きな投資を支援をしていく、事業再構築補助金、これも今回、補正予算で拡充をさせていただいておりますので、こうしたことの活用を促していきたいと、いずれにしましても、それぞれ事業者によって事情が異なると思いますので、事業者に寄り添ったきめ細かな支援、しっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。 平山幸子君ありがとうございます、まああの。質の高い支援をというお話もありましたし、しっかりあの現場にまた届くようにお願いをしたいと思います。 あの国内のです、ね、企業数を見てみますと、1986年以降、ね、年々減ってきていますあの。2006年から2016年の10年間では、およそ60万社が減少しているということで、まあ、日本経済の持続的なこの成長を考えればです、ね、企業や創業を促進しながら、企業数の減少にこれ、歯止めをかけていかなくてはいけないと考えています。しかしししかながら創業に実際成功したとしても やっぱり経営、えー、組織基盤ですね、弱い創業直後の中小企業の経営者の多くが、借入れ権や、えー、信用保証に対する経営者保証などによって、自己破産に追い込まれてしまう怖さもあります。で我が国は、創業前のこの支援施策、充実しているものの、創業後数年間の事業拡大局面における支援が手薄だというあの指摘もあります。 特にここ数年に創業して、コロナ禍の影響を受けている企業というのは、事業計画の見直しであったり、環境変化の対応するために、新たな取り組みの必要に迫られるなど、大変難しい状況下にあるわけです。この創業数年以内の中小企業に対する事業継続、それから事業拡大に向けた支援メニューの強化が必要だと考えるんですが、それに対してはいかがでしょうか。 中小小企業庁小林部長お答え申し上げます委員ご指摘のとおり、ですねあのコロナ禍の厳しい経営環境において、中小企業、小規模事業者が行う事業の見直し、また新事業展開など、こうしたものをしっかり支援していくことが極めて重要だと考えてございます。 先ほど大臣からも答弁ありましたけれども、先週成立した補正予算におきまして、まさにこの新聞や展開や業態転換等を支援していくための事業再構築補助金、これの拡充、それから中小企業の生産性向上ということで、これは小規模な事業者も含めてですね、これも措置いたしまして、経営の足腰を強化する中小企業生産性革命事業の拡充という形にしておりまして、これらで総額約8000億円程度を措置したところでございます。 Yeah. <sighs> また、こういった予算事業のみならずです、ね、中小企業、小規模事業者の皆様が抱えるさまざまな経営課題に対するワンストップの無料相談窓口として、全国47の都道府県には、よろず支援拠点というのを整備してございますし、商工会や商工会議所などの支援機関の相談体制も強化するということで、こうしたものも今回の補正予算なんかも活用しながらです、ね、中小企業に寄り添った支援体制をさらに充実していければと考えてございます。 引き続き中小企業小規模事業者のために、えー、必要な支援に取り組んでまいりたいと思います平山幸子君はいありがとうございます先ほど大臣もおっしゃってますがまあ、いろんな事例がありますのでぜひ寄り添った対応をお願いしたいと思いますで、最後にあの資料をご覧いただきたいと思います中小企業庁が今年5月から6月にかけて、えー、15万社を対象に実施したアンケート調査によりますと発注企業との間で原材料やエネルギーの高騰などの影響を受けた えー、このコストのね、上昇分ですね、これを10割、つまりすべて価格転嫁できた割合は13.8%にとどまっていて、まあ、大部分の企業は10割を価格転嫁できていないということになります、で中には、費用が上昇したにもかかわらず、逆に減額されたなど、あのマイナスの影響があったと答えた企業さえあります。 政府はです、ね、積極的な賃上げを経済界に求めていますけれども、日本の企業の99.7%を占める中小企業は、 ののこの価格転嫁が進まなければ、従業員の賃金の減少を増やしにくくなり、日本の賃金水準を底上げする妨げにもなります、先ほど、村田委員の質疑の中でもありましたけれども、この下請け G メンですね、これを増員をしたり、下請中小企業振興法に定めている振興基準も改定をしました。 しかしながら、この適正な価格転嫁が中小企業に浸透するかどうかは、発注企業のコンプライアンス意識、これに作用されるところが大変大きいという指摘があります。政府として、積極的な賃上げを後押ししていくことの前提となるこれらの問題をどう解決していくのか、大臣に伺います西村大臣、えー。まさに日本経済発展させていくためにも、そして国民生活を豊かにしていくためにも、この中小企業における賃上げ、 これを実現していくことは何より重要だというふうに思っておりますそうした中でご指摘のようにサプライチェーン全体でですねコスト上昇分を適切に価格転嫁していくこれができる環境を整備することが重要でありますご指摘のとおり発注企業あるいは経営陣のコンプライアンス意識に訴えかけ調達部門に改善の指示をしてもらうことがですね取引適正化に繋がるというふうに考えておりますまこのため代表者の名前でサプライチェーン全体の共存共栄に向けた 取り組みを宣言するパートナーシップ構築宣言、この拡大実効性の向上を図っていきたいと考えております。宣言済みの企業、すでに1万6000社まで増えてきております。けれども、例えば大企業を多く加盟しております。経団連ではですね。会員企業約1500社のうち、宣言済みの企業はまだ約400社にとどまっております。さらなる拡大を求めていきたいと思いますし。 調査のことがご指摘ありましたけれども毎年9月と3月に価格交渉促進月間を実施しておりますがその結果を踏まえて親事業者の経営陣に対して大臣名での指導助言も行ってきております今年3月の結果を踏まえて20数社に対してそうした助言指導助言を行っております下請人名についても先ほどの議論がありますとおり300名に拡大をしてこの9月の 科学交渉促進月間のフォローアップ調査の結果をまとめ指導助言対象企業を拡大していきたいというふうに考えておりますこうした取り組みを通じまして適切な利益が下請け企業にしっかりと残るようですね賃上げもできるように科学転対策全力で取り組んでいきたいというふうに考えております平山幸子君はいありがとうございますぜひよろしくお願いいたします以上で終わります本日の調査はこの程度にとどめこれにて散会いたします お疲れ様でございました。